古城の入り口は城全体を囲む石壁の開口部を兼ねており、すでに朽ち果ててはいるものの、頑丈な木製の門扉だったものが地面に倒れていた。門や壁の上には人間が行き来できる屋根付きのスペースがあり、そこに隠れ弓を射るための穴が開けてある。かつて人間同士が大規模に争ったという証拠だ。鎧をつけた騎士同士が戦ったという遠い昔のことだろう。何を見ている、エルヴィン。リヴァイか。エレンはどうしている、地下か。ペトラたちに任せた。出歩いてはいるだろうが、ハンジのお墨付きだ。ならいい。あっちはちょうど王都の方角か。ああ、見えるか。王都か。旧兵はかがんで弓を射るそうだ。外の様子が見えやすいはずだ。何が言いたい。壁を作る石も分厚い。雨が吹き込んでくることがないし、視界が遮られずよく見通せる。あいにくの雨だが立派な城だ。ずいぶん丈夫だとハンジも言ってたな。王政と戦争になったらここは要衝になるだろうな。冗談でも笑えねえぞ。ただでさえエレンの件で中央には目をつけられてんだ。いや、中央だけじゃねえ。てめえの保身が何よりも大事な豚ども全員にだ。なおさら不穏当な発言は控えなきゃならねえ立場だろう。聞いているのがお前だけなら誰も文句はつけられないさ。勝手に言ってろ。エレヴィンのこいつの考えも行動も俺には読み切れねえ。それでも従えるのはエルヴィンが団長になってからの最終的な成果と底知れねえ覚悟のためだ。こいつは人類解放に必要だと思ったら王だって敵に回す気なんだろうな。考えるまでもねえ。王や権力者は花から眼中にねえ。奴は人類の自由のために心臓を捧げた。さっきから熱心に外ばかり見て一体何が楽しい。別に楽しいわけではないさ。なんとなくだが、私はこの高いところから自分がどこにいるのかを見ているだけだ。お前は本当に面白いやつだよ。突拍子もない考えもそうだが、せっかく普通の家に生まれたくせに調査兵団に入ってわざわざ巨人だらけの地獄をくぐってまで人類を解放しようってんだからな。現状に満足できないのは何も貧民街に生まれたものだけではないだろう。何より私たちにはわからないことが多すぎる。壁の外にはどんな世界がある。巨人とは何者だ。どこから来た。奴らを絶滅させるには人類はどう戦えばいい。さあな、考えるのはお前らの仕事だ。俺はただ巨人を殺す、それだけだ。そうだな。いずれにしても私にとってはこの壁の中すべてが檻のような存在だ。たく、ハンジみてえなことを言ったかと思えば今度はガキみてえなこと言いやがって。ハンジの巨人に対する知識は兵団の中でも群を抜いてる。その純粋さで言えば私は到底及ばないよ。あのクソメガネはただの変態だ。ガキとはエレンのことか。資料によればウォールマリアの陥落前から壁の中で一生を過ごすのは家畜と同じだなどと言っていたらしいな。駐屯兵団の残した記録で確か目にしたことがある。ああ、俺も把握してるよ。あいつはエレンは時々
獣みたいな、狩りをする肉食の獣みたいな目をしやがる。そうだな。決して服従させることはできない。巨人への憎しみもあるだろう。母親も食い殺された。だがそれ以上に、壁の外へ興味を持つことを禁じる社会や、無知で無力な自分へのもどかしさをひっくるめた現状への不満が、奴の目の中で燃え上がってやがる。私も同じだと。たまにな。年下も行かない新兵と同じ目とはな。私も随分と若く見られたものだ。褒めてね。分かっているとも。まあ、突っ走るのは勝手だが、気をつけねえと足をすくわれて痛い目見るぞ。ああ、何事も慎重に進めねばな。ついてきてくれるんだろう。ああ、その先にこの辛気臭い雨も吹き飛ぶような澄んだ風があるんだろうからな。調査兵団の領友はそのまま雨闇を待っていた。背中に追う自由の翼は雨に湿ってなお輝くかのようだった。